ベーコンと長ネギのバター炒めを作ります。長ネギは斜めに5ミリ幅に切ります。栄養価の高い青ネギの部分も使っていきますよ。ベーコンは細切りにしてくださいね。フライパンを温めてバターをひいたら、ベーコンと長ネギを入れて、長ネギが少ししんなりするくらいまで炒めます。シャキシャキ感を残したいので、火の入れすぎには注意してくださいね。最後に塩コショウで味を整えたら完成です。お好みでブラックペッパーをかけると美味しいですよ。長ネギは風邪予防や体を温める効果、寒い時期におすすめです。ぜひ作ってみてね。